皆さんこんにちは。聞こえてる方いらっしゃいます？聞こえてますか？あ、聞こえてます？ありがとうございます。それでは、それではサイレントストリートライブ、はい、初めての試みなんですけれども、ぜひヘッドホンを借りて、はい、楽しんでいただければと思います、はい、これ聞こえてる人はヘッドホンしてるんですよ。そういうことですね。そういうことです。はい、ぜひお楽しみいただければと思います、はい。僕らカリアーズと言います。30分弱演奏させていただきます。よろしくお願いします。懐かしい曲中心にお届けをさせていただきます。まずは瀬戸の花、聞いてください。瀬戸は日暮れて夕波となり、あなたの島へお嫁に行くの。若いと誰もが心配するけれど、愛があるから大丈夫なの。だんだん畑とさよならするのよ。幼い弟いくらと泣いた。男だから泣いたりせずに、父さん母さん大事にしてね。あ、オンギター長渕剛。岬回るの小さな船が、生まれた島が遠くになるわ。入江の向こうで見送る人たちに別れ告げたら、涙が出たわ。島から島へと渡って行くのよ。あなたとこれから生きてく私。瀬戸は夕焼け、明日も晴れる。二人の角で祝っているわ。ありがとうございます。どういう状況になってるか分かる？曽我さん。ありがとうございます。セットの花嫁をお届けさせていただきました。もうそちら生音状態ですかね。曽我さん、あそこでヘッドホン借りるといいよ。ヘッドホンを借りていただくと、ヘッドホン借りないとこう音が聞けないということになっておりますので、よろしくお願いをします。はい、サイレントライブ続けさせていただこうと思います。今日ちょっと一つ残念なお知らせがあるんですけど、今日最後に鳥に CBC ラジオでおなじみのハーさんが来てくれる予定だったんですけど、つい30分前までここにいました。でちょっと風邪をひかれたみたいで、かなり体調が悪くて誠に申し訳ないということで、今日はちょっと帰られましたんで、今日はハーさんはライブはなしということでよろしくお願いします、はい。その代わりにユングフラウさんが来てくれました。いきなり振っとりますが、カリヤシキさんが来てくれました。
聞いてくれてます。はい、よろしくお願いします。聞こえてますか？はい、ありがとうございます。はい、それではちょっとアケミ、コマーシャルしましょうかね。はい、コマーシャル。あの地元のラジオピッチ FM の、はい、毎週月曜日の夜7時30分から、うん、ピッチビート3、はい、838カリアーズのコーナー、ね、これが2月24日の放送で500回目となります。ありがとうございます。拍手があるとか聞いていただいているのでありがとうございま す, す、ね、今聞こえますね、ヘッドホンで、うん、で500回も記念しまして、はい、スペシャルプレゼントを今ピッチ FM の方でやっていただいておりますんで、そうなんです、ピッチ FM のホームページをご覧になっていただいて、うん、キャンペーンホームからぜひプレゼント、ね、はい、申し込みをしてください、はい、確か A がドローン、空撮ドローン、ドローンで、はい、ね、うん、なんだったっけ、携帯、スマホでね、あ、スマホでね、スマホが出てこんかった、出てこんかった、スマホでね操作ができる、ドローンが当たりますよ。あと安城ハムのプレスハム2本セットだとか、あとあずきバーのかき氷機だとか、あと何だったっけ、たこ焼き機だとか、非常用持ち出し袋、全部入れた、豪華な景品ありますんで、ぜひね、ピチエフのありがとうございます、ホームページを見てください、よろしくお願いします、ありがとうございます。それでは500マイルお届けをさせていただきます。懐かしい曲聴いてください。うん、大丈夫ですか？いえ、大丈夫じゃないです、はい。毎回言っておりますけど、3、4年前の、日テレ系のテレビドラマ、ラブソングの挿入歌でまたリバイバルでヒットしている500マイル、その時の主役の福山雅治がギターを弾くと思って、聴いてください、よろしくお願いします。できれば目を閉じた方がいいのかなと思います、よろしくお願いします。閉じても一緒だと思う、閉じてもね、ギター弾いてるのが福山雅治じゃないかもしれない。次の汽車が駅に着いたら、この街を離れ遠く、500マイルの見知らぬ街へ僕は出て行く、500マイル、一つ二つ三つ四つ、思い出数えて500マイル、優しい人よ、愛しき友よ、懐かしい家よ、さよなら。500マイル。
がとうございます。はい、ありがとうございます。500マイルをお届けさせていただきました。寒い中ありがとうございます。今日寒いですね。ちょっとね、ずっと暖冬で暖かい日があったの、ね、やっと冬らしくなったの。誰のせい、ね、誰のせい誰のせいでしょうね。あ、あそこにエスキモの方がいる。エスキモね。エスキモの方、今日はもうなんかあのこうオリンピックのね、あのゴーグルだったっけ、ゴーグル何言ってんでしょ、もう何言ってるでしょゴーグルはこうです。そんな感じがしますよね。はい、だからね、あらユングフラウさんって言ってね、後ほどまた演奏、素晴らしい演奏されますから ね、はい、楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。それでは何行きましょう。あ、そうです、365日の紙飛行機でしたね。弾けるかな、手がかじかんじゃって。じゃあ違う曲にしますか。いや大丈夫です。大丈夫ですか。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日飛んで行け、飛んでみよう、飛んで行け、飛んでみよう、飛んで行け、飛んでみよう。せーの、はい、はい、ありがとうございます。365日の紙飛行機、お届けさせていただきました。はい、それでは、それでは僕たちあのこの刈谷市、刈谷の歌を歌っております。はい、そんな刈谷のご当地ソングをちょっと歌わさせていただこうかなと思いますので、よろしくお願いをします。どれを？どうしよう、勝成君の歌からいきましょうか。勝成さんで。はい、この刈谷市の市のマスコットで勝成君という可愛い、武将のモチーフにしたマスコットがいるんですけど、この刈谷市っていうのは城下町ですんで、その刈谷藩の最初初代の藩主かなの水野勝成君をモチーフにした、勝成君、その歌をちょっとお届けをさせていただきます。よろしくお願いします。待ちます。いいですか。はい、それでは勝成くんの歌お届けをさせていただきます。はい、はい、先輩よろしいですか。はい、どうぞ。はい、行きます。ありがとうございます。鹿のように舞い降りて刈谷の扉を開けた君、長きの流浪のその末に鬼ヒューガーがさあ剣山、
我がふるさとの英雄が今ここによみがえる。勝成くんが歌い出す。勝成くんはここにあり。刈谷の街と共にあり。騎乗の丘のその上の刈谷の城に立てる君。そんな時代を思うとき、戦国一の強者と我がふるさとの英雄に今明日を語るとき、勝成くんが笑い出す。勝成くんが踊り出す。勝成くんはここにあり。刈谷の今と共にあり。勝成くんが踊り出す。勝成くんはここにあり。刈谷の街と共にあり。今日は風が強いので、ね、いろんなものが飛んできますね。ですから大丈夫でしょうか、はい、皆さんは、ねはい、飛ばされないように先輩大丈夫ですか、ね、軽いでね軽いでねそう今ね、うん、飛ぶかと思った、はい、失礼しました失礼しましたということで、はい、何でしょうか。じゃあご当地ソングを続けたくなっちゃった。カリアンナイトの歌ちょっとやりましょうか、はい、このご当地カリアンナイトっていう飲み歩きイベントが1年に2回あるんですけど、次は6月の2日にあります。6月2日に、どっちかって駅の向こう側なんですけど、事前に5枚つづりのチケットを買っていただいて、要は5軒のお店をはしごしようという、まあ、そんなイベントがあるんですけれども、もうすごくお得でアルコールを含めたドリンク1本と、お店の自慢の一品が出てくる。これがまた量が多いんです。お好み焼き屋だとお好み焼き丸ごと1個できて生ビールが飲めてしまうという、それを5軒もこう行ってしまうと本当にヘベレケになってしまうんですけど、楽しいイベントですので、またぜひ、来ていただきたいと思います。そんなカリアンナイトの歌を僕らが歌ってるんですが、その歌をちょっと聞いてください。あれですか。あなたと出会った刈谷の街はちょうどほろ酔いの祭りの夜でした。一軒目のお店で偶然出会い、二軒目のお店で刈谷のことを、三軒目のお店で歴史のことを教えてもらった夜でした。ああ刈谷ナイト、
祭り良い祭り刈り案内との界隈は楽しそうな人の群れ私も浮かれてあなたの横で振り傾け人に呼ぶ一夜限りの恋に酔うそんな刈り屋の夜でしたはあ刈り屋ないと良い祭り良い祭り はしごのお店の数々は刈り屋の町の名店ぞろい楽しく酔ううちにあなたの匂いに酔いましたお酒に酔ってあなたに酔って刈り屋ナイトの酔い祭りよい祭り、よい祭り、はあ、刈り屋ないと、よい祭り。すいませんありがとうございましたありがとうございましたもう皆さん本当に温かい目で見ていただいて本当にありがとうございます急に練習してないやつをやっちゃいけないということですねそうですよ、はい、本当にありがとうございますあもう残りこの時間になりました ね、何時ですあと1曲ぐらいですか、はい、じゃああと1曲、はい、そうですねじゃあ何をやりましょう短いやつやりましょう短いやつで、はい、じゃあ一応西三河ホークジャンボリって書いてありますからねホークソングをやらなければいけません武田の子守唄やりましょう。はい。じゃあ最後に武田の子守唄をお届けをさせていただきます。大丈夫？はい。大丈夫です。じゃあ1番と2番で終了ということでお願いします。それでは、ありがとうございます。サイレントライブ、まだまだ続きますので、最後まで。森もいやがる盆から咲きにゃ雪もちらつくし子もなくし「かたびら」
なし。大変失礼しました。バラバラでしたね。そんなことないですよ、まとまってましたね。カリアズでした。ありがとうございました。今日ね5組、はい、この後4組出てきますので、ぜひねサイレントライブ楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。